ソルターニー家ソルターニー家の位置、オルジェイト病ソルターニー家は、イルハン朝、第8代君主オルジェイトの命によって建設された都市遺跡である。テヘランの北西 240km のザンジャーン州東部にあり、かつて14世紀には、フレグウルスの都であった。ソルターニー家とは、アラビア語で、スルターンに関わるものの意味し、このスルターンとは、オルジェイトのことであり、 スルターンの小座書、すなわち首都ほどの意味になる。2005年、ユネスコの世界遺産に登録された。ソルターニー家の遺跡群の中核は、1302年から1312年にかけて建設された、オルジェイトビオである。8基のミナレットを備えるこのビオは、青タイルで覆われた、高さ約50メートルの二重構造のドームを持ち、これは、世界最古のものである。 イスラーム世界におけるこの病の重要性は、ブルネレスキの屋根建築と比較される。ソルターニー家の建築は、後のイスラーム建築に大きな影響を与えた。ソルターニー家の影響を受けた建築物としては、カザフスタンのホージャー・アフマド・ヤサビー病やインドのタージマハルがある。病の外装のほとんどが失われてしまったが、しかし、内部のモザイク、彩色陶器、壁画は残っている。 もともとシャルヤッツシェアヤスと呼ばれていたところで、東南はアブハル・アブハー川、西北はザンジャーン川の分水嶺となっており、周囲を延望できる広大で緩やかな丘陵地帯に立地し、良好な草地に恵まれた土地であった。モンゴル帝国、イルハン朝時代に、モンゴル遊牧部族民によって公的な夏の放牧地として親しまれ、モンゴル語で高褐色の草地を意味する。 クンクルーランと称されるようになった。このため、イルハン朝の第二代君主アバカ以来、歴代君主の夏の幕営地の一つとして重要視され、特に第四代アルグンは夏維持として好み、タブリーズ近郊に建設した都市、アルグーニーヤに匹敵する新しい都市の建設を構想していた。また、この地の東にあったスジャーススージス山中に自らの墓所を営み、 三意気一体を禁地と定めていた。上述の通り、スルターニーヤを建設したのは、第八大君主で、ある軍の息子オルジェイトである。彼は、父アル軍の異名として、クンクルーランに、タブリーズに準ずる新種との建設を期としたが、これも即位して間もなくに、都市建設を着工したものと考えられる。イルハンチョウや後の時代に編纂された、 年代記資料では、このスルターニーヤ建設の機構と竣工の時期について、明確に記述がないため判断が難しいが、もろもろの記述から、即位翌年の1305年春には着工され、1313 13年8月29日に、スルターニーヤ市内に建設された城塞でも用された、オルジェイトの大縁が、その竣工式だったのではないかと考えられている。オルジェイト即位後は、 君主の夏栄治としてスルターニーヤは、ほぼ固定され、オルジェイトは、地生13年間のうち11回に及ぶ宮廷の、夏栄を、スルターニーヤで過ごしている。建設されたスルターニーヤの規模について、オルジェイトの息子、アブーサイードに仕えた、財務官であったファムデッタアフムスタウフィーカズビーニーが、表した、地理書、新婚の歓喜によると、全近代の他の中央アジアから、 中東一帯の諸都市と同じく、スルターニーイヤも、市街地シャート、城塞コルウェイの部分から成り立っていた。当初アル軍が築いた城壁は、周囲1万2千歩であったが、オルジェイトは、財政中に完成せずに終わったものの市街地を囲む、外城壁は、これの2.5倍に当たる3万歩にまで拡充し、周囲2千歩の城塞を切り石造りの城壁で囲ったという。 城塞の内部は宮殿の他に病院やマドラサなどもあり、オルジェイト以外にもモンゴル人のアミールたちも様々な建物を建て、大遺跡や小生連画、漆喰などの隠しタイルで覆われた。さらにこの城塞内部に自らの母廟を建設し、これにモスクや祭礼時の宴会場、サイードのための宿泊施設などを付設した宗教センターを幕府として寄進した。 この寄心複合施設の中核となったボビオは八角形のドームで一辺が60画図、高さは120画図であったと伝えられている。これが現存するイラン、中央アジアでも最大規模のドーム建築であるオルジェイトビオであり、実際には直径38メートルの中央ホールに全高50メートルの二重構造の巨大ドームを備えている。ソルターニーアは イランの東西南北を結ぶ交易ルートの交点に当たる土地で最小となったアリーシャーラも市場を建設するなどし首都として繁栄したがアブーサイードの没後イルハンチョウの衰退とともにソルターニーヤも衰微したこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録されたホンダミノブスルターニーヤの建設モンゴル時代史研究東京 東京大学出版会、1991年、ピアニッシモ、343から356、アンリス・チールランチョ、神谷武雄役、イスラムの建築文化、原書房、1987年、ピアニッシモ、104から105。ありがとうございます。